できる。できるよ。お、浮いた。うん、浮いた。ほら。すごい。じゃあこっちならやってあげる。おお。じゃあ。え、すごい。あ、さすが名人。今帰ってきまして、結局どこ行こうかなと思ったんですけど、家事だったりお掃除だったりっていうのをして、で行ってきたんですけど、結局地元のあのオーガニックショップビオセボーに行って、でテイクアウトのアイスコーヒーを飲んで帰ってきました。なのでちょっとビオセボーで購入したものをご紹介しようかなと思います。まずオーツミルクと、あとちょっとなくなってしまったのでアガベシロップを買ってきました。あとは前回もご紹介したトマトソースと、あとこれコンビビアオーガニックベジタブルソース、マイルドフェンネルを使用したベジタブルソース、パスタとかのソースにも使えるっていう風に書いてあったので、使ってみようかなと思います。で今日はちょっとパスタを食べようと思ってペンネを購入してきました。あと今あの美味しいプロテインないかなと思って探しに行ったんですけど、ちょっとプロテインたくさんあって迷いすぎてしまったので、まずちょっとお試しで一番人気だよって店員さんが教えてくれたノバスコシアのオーガニックプロテインカカオメープルのお試しサイズを購入してきました。なのでちょっと後で味見してみようかなと思います。梅塩飴ですね。てんさい糖がメインで入っていて、あと梅の塩が入っているそうです。梅好きなのでちょっとこう仕事の合間にとか食べようかなと思います。おろしニンニクを購入してきました。このサイズ感なので、まあ、そんなにニンニクって大量に使わないと思うので、あのすごくありがたいなと思って瓶入りのもの買ってみました。青森産のニンニクだそうです。でちょっと今日購入してきたものを使って自分の夜ご飯を作っていこうと思います。子供たちはパパの会社の方たちとちょっと遊んでいて、で夜ご飯を食べてくるそうなので、私は自分の夜ご飯だけをこれからちょっとさっき買ったものを使って作っていこうと思います。そういえばなんかこう自分の時間ができるとお昼ご飯を食べるのを忘れてしまう傾向にありまして、今日もさっき朝ご飯ピザトーストを食べて、それから固形物は取っていなくてちょっとお腹が空いてきたので、まだ6時と早いんですけど作っていこうと思います。さっきのベジタブルソースはこんな感じでした。美味しそう。ちょっとこれパスタにしてみようかなと思います。